埼玉西部ライオンズは15日、4年目の打ち野手、渡辺健と25を出場選手登録から抹消しました。渡辺選手は今季7試合に出場し、24打数1安打、打率042と不振が続いており、この決断に至りました。昨年は自己最多の57試合に出場し、 6本塁打を放つなど若き大砲候補として期待されていた渡辺選手彼のこれまでの経緯や現在の状況そして今後の展望について詳しく見ていきます渡辺健人選手は持ち前のパワーと打撃センスで注目されてきました4年前にプロ入りし徐々にその存在感を高めていきました昨シーズンは57試合に出場し 打率214、6本塁打を記録。特に長打力に期待が寄せられ、チームの中でも将来のクリーンナック候補として注目されていました。しかし、今シーズンは思うような決闘を残せていません。2月の春季キャンプでは体調不良により B ・ハンスターと2軍となり、その影響もあってか、開幕からなかなか調子が上がりませんでした。 イースタン、リーグでは20試合に出場しチーム最多の4本塁打を放つなど調子を取り戻したかに見えたものの1軍では結果が出せず苦戦が続いています渡辺選手にかけられる期待は大きいもののそれに伴うプレッシャーも相当なものです若い選手が1軍で結果を残すためには技術だけでなくメンタル面でも強さが求められます 昨年のパフォーマンスから一転しての不振は本人にとってもチームにとっても悔しい結果と言えるでしょう今回の登録抹消を受け渡辺選手がどのように復調していくのかが注目されます2軍で再び調子を取り戻し再び1軍に復帰するためには何が必要なのでしょうか技術的な修正メンタルトレーニングそしてチームメイトやコーチからのサポートなど 様々な要素が絡み合います西武ライオンズにとって渡辺選手の不調はチーム全体にとっても大きな痛手です特に打線の中核を担う選手が不調に陥ることはチーム全体の士気にも影響します渡辺選手の復調が待たれる中他の選手がどのようにチームを支えるかも重要なポイントです渡辺健人選手の登録抹消というニュースは 西部ライオンズにとってもファンにとってもショックな出来事ですしかしこの試練を乗り越えることで彼はさらに成長した姿を見せてくれるでしょう野球界においてスランプは誰しもが経験するものです大切なのはそのスランプをどう乗り越えるかです渡辺選手の今後に期待し彼が再び1軍の舞台で輝く日を楽しみに待ちましょう 一方でチームとしても彼の不在をカバーしつつ若手選手の育成やベテランの活躍を期待することが求められます西武ライオンズの今後の動向にも注目が集まりますファンとしては渡辺選手を含めたチーム全体を応援し彼らの成長を見守ることが重要です渡辺健人選手の復活を信じて 彼が再び1軍の舞台でそのパワーを発揮する日を心待ちにしています。